おかゆはなんでメスになっちゃったの？言うならば、ホロメンという家族の前では、はいはい、結構ボーイッシュのままなんですよ。そんな変わんないんですよ、まあね、コラボの時とかは、うん、でもやっぱこう自分のリスナーに、まあその何、え、いい、言って素直に、え、でもあの放送できる範囲の言葉で言ってね。確かに。分かった、言葉考えるね、うん、え、怖いよもう5年ぐらい自分のリスナーさんと一緒にいてさ、可愛いわけよ自分のリスナーが。あー、はい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 。でどん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 こうその可愛いリスナーを見てると、うん、性欲たぎってきちゃって普通にそういう目で見てほしくなっちゃったっていうのが正直なとこだよね。ちょっとごめん、選べてる言葉。あの、アーク言うとおかゆ今日初対面だよね。ちな、まあ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 、初めまして。うん、はい、初めましてで言葉選んでそれになったってこと。まあもっと選べや、もっと安心する。アーク、ごめん、こんなところに寄っちゃったね。青くゆ、学びました、学びました。大丈夫。でも青くゆは僕と同じもの感じるけどね。はい、ふざけんの、まあ、青くゆに何なすりつけようとしてる。いやいや、だってさっき青くゆさ、そういうね、はい、いろんなリスナーの一面見てやっぱ可愛いと思う。そう、あ、ね、思います。才能があるわけじゃん。確かに。でも僕、うん、なんか岡谷先輩みたいにセクシーじゃないからな。あー、ちょっとクール系だもんね。いやいや、そんなことない、青くよセクシーだよ。ちなみに青くよ、あの今日のコラボに限っては途中退出スバル認めます。いやだ、ちょっと5時間やりましょう。5時間、無理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 、スバルが無理、スバルが無理。24時間やりましょう。やだよ。あ、じゃあなんか多分岡谷先輩なら引かなそうなんであれなんですけど、僕は。はいはいはい。あ、いいよいいよ、受け止めるよ。デビュー前からずっとあの岡谷先輩の ASMR で眠りについているので。だったんだ、ありがとう。つまり僕も可愛いってことですもんね。可愛いわ、奥ゆ、可愛いじゃ奥ゆはセクシーだよ。あー、嬉しい。やばい、目の前が何も見えなくなってきた。顔近づけましょうか。いや大丈夫です。